こんにちは、トコチャンネルです。今日は、バック型ファイル回のパート2を始めたいと思います。今回は折り紙を表面に貼ったり、内側に貼ったり、取っ手をつけたり、マグネットホックをつけたりしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。この前までやった、これね、これをね、こちら、準備します。で、この、1枚、3センチ幅のやつね、余りのも用意します。で、折り紙を、サイズに3枚用意して、3枚を2種類用意して、で、まあ、1つは、表に貼る方。こっちね、13センチのところは 12.5 センチの長さで、横は 15.5 にしてあるんで、折り紙そのままの15センチ。で、これどけとくか。で、下の、よいしょ。下の方は、7センチなので、6.5 で。で、あと、裏側に、よいしょ。裏側に貼るものと、あと、上と下にね、貼る。上と下は3センチなんで 2.5 で切ってあります。で、これを貼っていくんですけども、まず何の関わりもないか問題もない。この背中の方をね、先に貼っていきます。これはね、マグネット貼るとか、ホックつけるとか関係ないんでね。あとごめんなさい。もうあとね、内側に、こっちの、内側に貼るやつを3枚用意しときます。サイズは後でカットして調整します。はい。なので、まずね、何の関係もない、ここ先貼っちゃいましょう。邪魔虫で邪魔って言っちゃいけないね。早く片付けていきたいんでね。よいしょ。位置を決めたら、一箇所だけね、こうやってめくっといて、位置決めたらもうピシャッと貼っちゃうと。今回ね、糊じゃなく両面テープで貼ってます。全部。5ミリの両面をね、ビャッビャッビャッと貼って。糊でも別に構わないと思いますけど、この四隅はね、両面テープ貼っといた方が、剥がれにくいと思います。今までね、ほんと糊、スティック糊だけでやってたら何回も何回も後で剥がれてきて、修正の糊、ボンド、速乾性ボンドつけてね、直してたんで、縁はね、両面テープ貼れたら貼っといた方がいいと思います。で、これを貼れたらもうビシャッと。よいしょ。しっかり貼り付けてしまいます。で、あと問題がないのは、そこも問題ないですね。どっちをそこにしようかな。どっちをそこにしようかな。で、あと、まあ、そこちょっと貼っとこうか。先にね。どっちが上？どっちが上でも下でもいいんですけどね。対して。よいしょ。作業しながらね、久々に鬼滅のね、刃のアニメを見たいなーなんて、プールでね、思ってるんですけど、昨日見ようと思って寝落ちしちゃったんでね、20巻買ったから、なんか、最初から読もうかなと思ったんですけど、読むより、アニメで見た方が面白いなと思って、アニメの善逸キャラが大好きなんでね、で、ここも貼っちゃいますと。ここまでまあ問題ないか。で、続きまして。上も取っ手をつけるから貼っちゃいましょうか。ね、ここも問題ないっていや問題ないんで。上も貼っちゃいましょう。取っ手をつけたいのでね。まずは、取っ手をね。曲げてるつもりが曲がってない。
とってもね、なもんかな。なんか最後ちょっと胃がんだな、今な、今胃がんだな。ちょっと直してみた。で、まずはね、マグネットもつけたいんですけど、まず取っ手をね、つけましょう。よいしょ。よいしょー。よいしょーって言いながらね、ちょっとこれちょっと溶けといて。あ、ここも貼っといてもいいか。ここも貼れますね。ここも貼れちゃいますね。これはこうだから上こっちにした方がいいのか。ふーんと言いながら。よいしょ。ちょっとね、しばらくね、こういうファイル作りサボってたんでね、いろいろやりたいことはいっぱい出てきたんですけど、ふわもこさんのも作りたいし、自分のファイルも作りたいし、なんだかんだとね、いろいろね。ここはなんで貼れるかっていうと、マグネットの方ね、受けるとか、へこむ方、つける側だから、まあ貼っといてもいいと。で、蓋は、金具が出ちゃうから貼れない。違うところで私めくってるよね。隠れたところで貼れない。まず貼れるところはこの蓋以外のところかな。蓋以外のところを貼っちゃいます。全部5ミリずつ短くして。折り紙は折り紙のサイズは切ってます。幅はね 15.5 なんで、折り紙の15センチそのまま使えるんですけど、で、この蓋をね、まずつけたいと思いますね。この折り紙以外に用意するのがね、使いたいマステと、この割りピン。で、マグネットを今回は小を使います。で、これ多分セリアですね。これも今売ってるかどうかわかんないですけど、だいぶ昔に買った。で、あとセリアで、今売ってるのかなわかんないけど、これも前に買ったやつです。これを使っていきます。で、袋から出したものが実はあって、これをね、真ん中ぐらいにしたいんですけど、これが確かね、10センチぐらい。あ、9.5 か。15.5 で 9.5 だと3センチ。端から3センチぐらいのところにこれを合わせれば、真ん中ぐらいになるのかな。もう、ちょっとこっちかな。うん。で、あと、この、ね、この上下ね、合わせてみて、こんなもんかな。って思えるところで、まあ、そんなに、わかるし、ちょっと丸がわかるようにね、印をつけて、こことここに穴を開けると。はい。で、穴は、よいしょ。狭いとし。これでこの中心をね、ブスッといくわけですよ。ブスッと。で、この丸に開けたぐらいまで開けちゃっていいと思います。このね、さっきの取っ手についてたのはネジなんでね。ネジじゃなくて割りピンがついてるやつもあるんですけど、ネジの場合はね、割りピンを別に用意して割りピンで留めます。よいしょ。
よいしょ。しっかり押さえて、しっかり押さえながら、割りピンを割っていきます。よいしょ。で、こっちもね、こっちで押さえた方が私やりやすいから、こっち向きに押さえるんですけどね。よいしょ。よいしょ。という風に割りピンを止めると、いい感じ。で、これをね、3センチのこれを割りピンを隠すのにやるんですけど、もうこう貼っちゃうとせっかくね、この縁の緑があるんで、この中側だけでいいんで、ここにね、ちょっと印のね、つけて、で、これを印つけたところを、ジョキンと切っちゃいます。で、もう専門用紙はいらない。シャーペンももいらないかな。邪魔になるものは消していく。で、あとは両面テープをね、貼ってある両面テープを剥がしていけば、良いだけです。よいしょ。あとはもうこの間に入れるように幅を合わせて貼っちゃうだけですね。もうこれは手でしっかりこうやってこすって、下に取っ手があるからね、手でこすってしっかり貼り付けます。一緒一緒、はい、これでね、あのデコボコがないと。で、次、ここにね、マグネット。これ、もう出したやつなんですけど、この輪っかちょっとどけといて、で、ちょっと待ってね。ここがまっすぐになってないと、ちゃんと入れれないから。ちょっと開きすぎた。飲もうか。で、まずね、これを中につけるんですけども、ここにね、つけちゃったら、あららら、中がちゃんと言ったな。つけちゃったら意味がない。ここに、ペーパーをね、貼らないとつけれないんです。実は。ちょっとこうずらしますね。で、折り紙を、ここに、貼りたいんですけども、真ん中ぐらいまで、ここのね、北の真ん中ぐらいまで来ちゃうんで、5ミリ、この曲がるところね、ちゃんとついてほしいんで、ここに、よいしょ。よいしょ。で、曲がる両脇ね、両脇に、よいしょ、両面テープ。ちょっとね、取ってつけちゃうとね、これ貼りにくくなっちゃうんですけど、あー全部めくっちゃった。よいしょ。なんか違うとこから取れたな。で、しかも下が剥がれた。ここが向けちゃった。ハプニング。なんでこんなことになるの？ちょっとね、これめくれちゃったから、ちょっとハプニング。こんなハプニング。さっき作った時、3冊作ってるんでね。さっき作った時なかったのに。こんなハプニングが起きるなんて。厚紙がめくれ上がるなんてハプニング。ちょっとビビりました、今。ね、こういうことね、あるんだね。よいしょ。で、ちょっとここ足りなかった分ね、もう、ちょっと切って貼っとこう。よいしょ。切って貼っとこう。長すぎる。長すぎるよ。ちょっと
待って、めくれちゃった。めくれちゃったよ。よいしょ、よいしょ。うん。あ、びっくりした。初めてのハプニング。いや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 、これ、動画でそのまま流します。いやー、だってさ、同じハプニングした人、どうしようって思っていけないからさ。いやいや、こんなの、こういう時は冷静に、貼ればいいんだよっていう。くっつけりゃ何のこったないってやつね。こっちにもね。こっちにもね。ちょっと今さっきのビリってなったから、ちょっとハサミでね。ハサミで切ります。ちょっと予定外のね、ハプニングが起きちゃった。で、ここね、しっかりね。というふうにして、ちょっとこの子どけといて、で、これをね、端はいいんですけど、ここも多分もうこれがあるからいいんですけど、こっから上、両面テープをね、あ、もう、先に四隅には貼ってあります。二枚は。三枚目はちょっと長さを切らなきゃいけないんで四隅には貼ってないです。で、こう合わせて、ちょっと待ってね。こうやって見て、真ん中以上行くな。でもここあるから、この辺から、この辺から、大体ね、大体。大体で行っちゃう。この辺から上に貼ればいい。っていうね。ここは、この定規で。いい。で、どうだろう ?4 分の1ぐらいで大丈夫かな?で、今手に刺した。4分の1ぐらいでいっか。この辺の幅は感覚でやってます。何センチ幅とか、決めてないです。三分の一にこう、貼るときもあるし、こういうふうに。今みたいに半分だけする場合もありますし。で、これを、合わせる。この辺の位置かなっていうのに合わせる。この辺でいいかなと思うところに、まずはちょっと角だけね、角だけ合わせます。で、よければそのまま外して貼っちゃいます。で、次にここね、ここをヘラって。ヘラでね、外しときます。もう、ビシャッと貼っちゃうんでね。よいしょ。で、こっちはもう手で取れるんで、手で取ってきますね。見えてる?見えてないね。画面外になってね。ここね、こっちは外せれるんで、手で外していきます。で、これ、取っ手があるんで、ちょっとずらして、見えるか見えないか、ずらして、こういう感じね。取っ手をここのテーブルの下にちょっとずらすようにして、で、こっちからね。貼り付けてくると、多分いい感じに貼れるんじゃないかなと。しっかり貼って、で、なおかつ、これでね、
軽くピヨーンってね。ね、こうだね。よいしょ。こういう風に貼っていきます。そうするとね、これがここにもつけれるんで、とりあえずここだけ貼ります。そしたら、あとはこれをね、これをね、真ん中に貼りたいんですけど、これが15.5 なんで。角がなんか毛羽立ってる。15.5 なんで、真ん中が 7.75。 7.75。 7.75、 この辺だね。この辺が真ん中ってなるから、で、これ自体がよいしょ。ちょっと待って、手元で見るね。見えないから。1.5 ぐらいだね。7.752、1.5 だったな、でもね。7.75 の真ん中に、7.75 のこの真ん中に、7.5、って言いたかったけど、ごめんなさい。今嘘。この輪っかを調べるよりも、この幅見なきゃいけないんだった。この幅。この幅は、1センチはないよね。8ミリぐらい？ん？ 8 ミリぐらい。だから、7.75 より、4ミリ。こう見た方が早いか。7.75 よりここだよね。75より1、3、この辺。ちょっと待ってね、シャーペン。7.75をまっすぐまず線引こう。よいしょ。7.12。ここだね。ここに、ここは真ん中らしきとこだよね。うん。で、8ミリだからお互い、4ミリずつ。4ミリずつ。こういって、で、あとは、この辺。奥行きを見るんだから。この辺だね。この辺だね。いつもより慎重にやってます。ってことは、よいしょ。ちょっと派手すぎじゃない？この辺かな？よいしょ。さて、つけた見た目はどんな感じ？にゃん、入らん。あ、ちょっと幅が。ちょっと幅が。いい。見た目真ん中っぽいよね。ただね、ちょっと奥まで入らないから、ちょっと開きすぎ。どっちを攻め、やっぱ狭めようかな。こっちを狭めようかな。もう、ちょっと一削りさせてもらおうかな。でね、ちょっとずつ微調整をしていくとね、ぴっちりくるところがあるんで。で、良さそうなので、
はぁ、なくなったかと思った。これちゃんと取っとかないとね。取っとかないとね。うーっつっちゃったね。取っとかないとね。はい、ちょっとこっとけといて。で、これを。よいしょ。はめて。私、手が痛いんでね、これでやります。よいしょ。そしたら、このね、表。これはね、絵合わせするんで、そう、こっちも言うの忘れてたけど、これ絵合わせするんで、上下ちゃんと、こっちね、下、貼るとき。この下にね、こうやって、ここ合うでしょ、こうやって。こうやって合うように、絵合わせしといてください。忘れました、言うの。で、とりあえずこのぼっちのところを、いや 1.5 ぐらいの両面テープを貼って、あー、ちょっと違うな、ないかな、貼って、あの、つきやすくしようかなと思ってだけです。絵合わせしたい人はね、したくない、別に気にしないよっていう人は何も考えずにポンポンって貼ってもらって、そうしたらどうだろう、3枚いるのかな、あ、いるかな、やっぱりサイズ的にしてもらってもいいと思います。はい、絵合わせをする人は絵合わせの位置を考えてください。私の場合はね、上から何センチ、下から何センチって取ってるだけです。はい、それで、あの、普通絵合わせできますので、そんな難しいことではないのでね、ちょっとちゃん、邪魔よなたたち。邪魔よなたたち。で、これで大体いいなと思う位置を、よいしょ。この辺かなぁ。と思う位置を決めて、あとピラッと貼って。もうあとは貼ってある、貼ってあったんです。すいません。言っとくの忘れてました。これ思ってんの、なんか折ってたよ、今。なんか折ってたよ。マスキングテープが折ってたの。なんか折ってた。よいしょ。そう。表のね、あの、紙は、あの、面ごとに貼るから、もう両面テープ貼りたいだけ貼っといてもらっていいし、あの、糊貼りたい人は貼る前にね、糊でもうつけてもらえばいいと思います。よいしょ。今回はね、いろいろ初チャレンジがあるから。ね、で、こっから、しょっと、そっとね、こっちに貼っていけば、このね、デコボコのとこ以外はね、こうやって、ざっつり貼り付けちゃって、デコボコのとこだけは、こう、ちょっと指で優しくね、つけちゃってください。あの、このデコボコが気になる方は、紙貼ってもいいと思います。なんか、あの、この折り紙からはみ出さない程度に画用紙貼るとかなんかしてもいいと思います。今回画用紙も薄いんでね。で、これでね、こうやって絵合わせができる箱になるはずなんですけど。こういう風にね。こういう風に。ちょっとなんか、ちょっといびつ。で、次はこっちつけたんで、こっちに、こっちまだね、合ってないんで、こっちをつけていきたいと思います。はい、くっついてる。セリアのね、このマグネットフックはね、このカバーがついてるから、剥がしやすいんですよ。ダイソーのはね、めっちゃくっつくんですよ。で、これも、だいたいね、横とか、絵合わせしていい場所ぐらいで、だいたいこの辺かなっていうところで押さえて印をつけるんですけど、ちょっと待って、どこ折ってた。印をつけるんですけど、念のためにね、場所合ってるか
これだと 7.75 が、シャープでいいか。7.75が真ん中なので、これ見ると、印がちょっとずれてるんですよ。幅はね、8ミリで合ってるんですけど、気持ちずれちゃってるんで、よいしょ。その微調整をね、位置的にはこれで合ってるんですけど、左右のね、微調整をしてあげて、で、当たったのがこの辺だから、こういう感じかな？穴開けるの。で、穴開けるときは、こう1枚にしてくださいね。じゃないと、他のとこまで傷つけちゃうんで。よいしょ、なんかついてる。糊がついてる。ほんと真ん中だよな。そういうときは失敗ばっかりしてるからね。7.4。ちょっとこっち寄りかもしんない。ちょっと待って。そう言いながらね。いや。もう一回ね。7.5 ぐらいあるな。こっちは 7.5 もないぞ。1ミリぐらいずらした方がいい。ちょっと待った。1ミリずらす。1ミリずらす。ここね。だから1ミリずらす。このもんね。よしよし、こんなもんで。こんなもんでどうですか？7.4。7.4。ちょっと弱だけど、まあいいでしょう。ということで、ここで、開けちゃいます。この辺か。で、穴が開いたと思ったら、手に気をつけて、カッターナイフ差し込んでください。間違っても自分の手切らないように。刃物の先に手を向けると、失敗すると自分の手を切るんですよ。昔肉屋で教わったのがね、手を切らない方法。例えば、こう切ってる時にここに手があると自分の手を切る。だから、こっちを押さえてこう切れば絶対切らない。だこういう時も、心配だからって手ここに持ってきちゃ危ないんで、この辺で、こうやって穴開けてみる。うん。なるべくこう、刃先に、なんかこう、やる時でも、こうやって刃先に自分の手がないように、ポンと滑った時にグサっていっちゃうんで、こっち向きにするとか、こっち向きにしたい時はこっちを押さえるとか、すると手は切らないです。これは間違いなく肉屋の社長さんから教わった技術っていうか、まあ、安全策なんで、本当にそれで手を私は一回も切ったことないです。はい。で、これで本番じゃないんですよ。これで仮で確認するんですよ。で、まずこうやって止めてみて、左右のズレがないか、絵のズレがないか。で、横から見て、傾きはないか。ちょっと待ってね。こうやって見たときにね、ちょっとなんか前倒れしてるような気がするんで、下に引っ張られてる気がするんですよ。で、その時は、どっちだった？その時は、よいしょ、外して、もうちょっと上をね、もうちょっと上を削る。もうちょっと、ほんと1ミリぐらいね。上をこういうふうに切って、ちょっとしたことでもね、で、ちょっと上に押し気味にして差し込んで、もう一回止める。
そうするとどうかなって、本当はこうやって立ててね、見ると一番いいんですけど、どうかなーって。まあでもな、まだ気持ちちょっと、もうちょっと上に行けるかなっていう気がする。もうちょっと上に行けるな。ほんと1ミリ、こういうのはね、ズバッといかずに、ほんと1ミリ単位ぐらいでずらしていくのが一番いいと思います。微調整、微調整ね。微調整、微調整でやっていくと。で、絵柄も見て、左右も見て、高さも見て、こうですよね。なんかさ、直角？これね、多分ね、裏が抜けてないんじゃないかな。よいしょ。こっちの裏が。こういうふうに。こういうふうに。だから多分詰まって。見えるんじゃないかな。これでね、こうやってね、見たときに、あ、これでいいなって思ったら、よいしょ。この位置で、この位置でね、この、輪っかちゃん出して。私はここのデベスとか、この穴の銅のコーナーってあんま気にしないんで、このまま止めちゃいます。よいしょ。よっ。よいしょ。よいしょ。これでね、しっかり止まっちゃったんで、もう一回確認します。よいしょ。今度はね、縦でちょっと見させて。あ、いい感じ。で、もうしたら、このカバーね、いらないんで捨てちゃいます。これもね、パチッてくっつく。で、S 使った理由は、厚みがないんでね、大きいのだと5ミリぐらい出ちゃうんで、使うのやめました。で、続きまして。またね、これを貼っていくんですけど、ここまた四隅に貼ってるんですけど、ここね、もう多分重なっちゃうんですよね。で、これも考慮に入れて、ここから、まあ、貼ると、こういうふうに貼るとすると、この辺はいらないから、この辺から両面テープを貼っていけばいいのではないかとね。ちょっと、こういうふうにね。この辺はもう逆に雑なんですよ。で、ここをじゃあどうやって分けようかなと思った時に、半分、やっぱり一旦半分に私は仕切るかな。半分に仕切って、あと、ここの幅を半分にするか、3分の1にしよっか。よいしょ。3分の1。この幅もね、均等ではないです。適当にやってます。その辺はね、均等にしたい人は、定規で測ってください。私はその辺はあんまり気にしない性格なんで。よっしゃ。シャーペンが邪魔だね。さっきからコロコロ転がって。ちょっとけとこ。で、あったら、とりあえずね、一通りね、こういうふうになじませて、はい。そしたら、で、行きます。ちょっと長時間になっちゃったかな、もしかして。いろいろハプニングもあったし。急げ急げこっちが上だ。いや。ね。でも、つなげる。一関係上つなげるって感じで貼るんで、こういう一関係だ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと見えないね。
ここね、折り紙に合わせて、ちょっとずれてるんだよな。微妙にずれが出るんだよな。こんなもんかな。で、こっちにね、もう、ここ、貼っちゃう、くっついちゃうんでね、もう気にせず貼って、で、ここもね、もう貼っちゃって、で、あとは、立てる。よいしょ。ちょっとね、くっついちゃってるから、ちょっと取りにくいんですけど、立てるね、ここから取って、で、あとはもう、パラパラと貼ったところ、これを一枚ずつ、剥がしていく。さっきまでね、YouTube 見てたんですけどね、一旦止めました。今日は、ビール飲みました。飲んでからこういうことをしだすというね。で、これもね、ちょっと落として、で、ちょっと待ってね、よいしょ。ちょっと斜めっちゃったけど、まあ、こんな感じで、ハリハリ。随時、ここね、ハリハリハリ。ここもハリハリね。このつなぎ目に、マステを貼ります。ここね。ここはね、カッターナイフだった方がきれいに切り口になる。というふうにつなぎ目は貼ります。で、最後のもう一枚のこれ、まずね、長さを決めます。ここでこう合わせて、で、まあ縁にね、5ミリぐらい、5ミリじゃないや、もうちょっとギリギリかになるぐらいに、自分のいいと思うあたりで折り曲げて、で、そのままね、カッターナイフで切り落としちゃいます。これね、半端ね、私取っときます。なんかに使えるかな、この折り紙はね。そして、よいしょ。これを貼っていくんですけども、まず、危ないね、これね、閉じとこね。まず、これの縁をね、上だけ、絶対貼るんで、止めてあるんですけど、縁をね、まず、やっていきたいと思います。まあ、手で切ってもいいんですけどね。なぜか最近、ちゃんと定規を使って切るようになった。手で切らず。なんでだって言われても理由はない。なんとなく。なんとなく。気分次第。相変わらず気分次第で作ってるという。よっ。で、あとは、上を合わせてなんですけど、その前にここのね、曲がり目。この曲がり目ね。に、両面テープを先に貼っていきます。よいしょよいしょ。ここね、ちゃんとね、くっついてほしいからね、角浮きやすいから、ちゃんと貼って、5ミリはいっぱい買いましたので、両面テープ。前もいっぱい買ったんですけど、もっと安いとこ見つけちゃったから。
って言ってもアマゾンなんですけどね。アマゾンで、前見た時そんな安いのなかったぞと思ったのに、出てたんで、買いました。多分アマゾンだよな。アマゾンだよな。モノタロウも安いなと思って、先にアマゾンで買っちゃったからモノタロウ買えなかった、買ってないんですけど、ここ2個あるし、ここ2個あるし、この辺だね。モノタロウでもいいなって。あと、このね、こういう、セリアで売ってるこのハケ、手に入らなかったって買ったのは、モノタロウのスクイージーっていうの？って検索すると、よく似たようなこういうハケ、これじゃないんですけど、そういう、なんか、抑えれるハケみたいなの売ってるんで、私もね、ちょっと、まとめて買うって言い方変なんですけど、まあ、自分用にとね、あと、お裾分け用に買いたいなと思ってるんですけど、なんせ、モノタロウって、ね、送料かかるから、あ、かかるのかかんないかな、わかったけど。まあ、何かとまとめて買おうと思って、とりあえずまだ買ってないです。まあ、両面テープがなくなったら、両面テープと一緒に買おうかなぐらいだから、まだまだ先ですね。10ミリ、15ミリ、5ミリ買ったんで。で、またこのデベソちゃんに、1.5 の、両面テープを、このぐらいだね。お、落としちゃった。よいしょ。ボンド入れって言いながら、いろんなものが今入ってる。まあでも、ボンドも入れてありますけどね。よいしょ。しっかり貼って、この辺はちょっと手じゃないとね。よいしょ。で、この辺も。よいしょ。で、これを。よいしょ。もう取っちゃっていいかな。今思ったので、合わせるだけだからね。よいしょ。ここまで来ちゃっていいんだよなって言っても、この横が外してないから。よいしょ。よいしょ。横をね、上手に外さないと。よいしょ。で、残り。私、こっち向きが、なんか一歩折ってきた。購入品紹介でも雪崩起こすけど、作業動画でも雪崩起こしてる。雪崩ばっかり起こしてるな。で、よいしょ。はい、全部取れました。そしたらこのままピタッとピタッと、なんかここにシワが今できた。シワができた。シワが嫌よ。なんかシワっぽくない。まあいいか。で、ここは指で優しくねやって、あと2箇所曲がるところがあるから、ここだよね。あとここだよね。折り紙がビリって、ビリって言ったよ、ビリって。ビリって言った。で、ここにまたつなぎ目にマステを貼って、これはカッターナイフで切り口が綺麗になってほしいから。ということでね。はい。これで、マグネットつけるとこまで出来上がりです。よいしょ。はい。こんな感じで。はい。出来上がりになります。見えてないね。そっか。作業のやつでこうずらしたままだったんだ。なります。はい、今回はここまでで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。